にちは、キックボクサーのパンチャリナです。ついに発表されましたね、サソリ選手との試合すごい熱いってみんな言ってくれましたね。嬉しいですね。メディアでね、注目していただけるのは嬉しいんですけど、試合のこととか本業のことでやっぱ注目してもらえるのが一番嬉しいですね。みんなこれは見たいカードだと思いますし、女子選手たちがだいぶ気になる試合だと思ってます。私あんまり憧れてる女子選手っていうのがいなくて、今までにないタイプの選手になろう、憧れられるようになろうと思ってたので、一人だけすごい、あ、うまいな、真似したいなって思った選手が、最近ちょっと試合されてないんですけど、シュートボクシングミニマム級チャンピオンの女神選手なんですよ。彼女のアマチュアの頃からの試合を見てて、すごいなこの女子選手と思って、なんて言うんですか、体が柔らかいのもあるんですけど、もう柔軟的に打つみたいな、蹴りからのパンチとか、あ、こういうコンビネーションつなげれるんだみたいな、そこから女神選手の試合をすごい見るようになって、デビューしたその日にベルト取ったんですけど、その無敗の選手をダウン取って勝った選手がいるって聞いて、それがサソリ選手だったんですよ。その後に寺山選手と、まあ、本戦ドローで、延長でスプリットで 2-1 でギリギリ寺山選手が勝ったんですけど、もうすごい圧をかけられてて、距離も全部潰されてて、こんなに怖い選手って多分いないと思う、圧力ある選手と思って。ただその時は試合50キロでやってたので、寺山選手の時戦うことはないんだろうなって正直思ってたんですよ。そしたらトーナメントでちょっと階級落としてやってたので、やりたいってすごい思ってかなって、すごい嬉しいです。今まで間違いなく一番テンションが上がります。私プロ5戦目ぐらいまでは本当に自信がなくて、早く試合終わって次の日になってないかなって、それぐらいちょっと嫌だったんですよ。最初はプレッシャーもすごくて、弱いのに強いって言われてることがすごいプレッシャーで、なんか本当に1年後強くなるから待っとけよと思ってたんですけど、全然強くもない時に強いってみんなが言うことがすごい嫌で、すごいプレッシャーで、強いって思われる試合をしなきゃっていうのがそれすごいプレッシャーで、6戦目7戦目からやっと試合が楽しいと思うようになってきたんですね。ようやくタイトルマッチ8戦目で取り終わった後に、もう一切プレッシャーとかを感じなくなって、9戦目10戦目、本当にリングに上がる時は自信でしたね。自信しかなかったです。なんで自信がこんなについたかっていうのは、もちろん練習で変わってるっていうのもあるんですけど、全部一流の方に教えてもらって、会長、まあ週6、まあ、キック2ブレーの日もあるのでずっと教えてもらってるんですよ。テクニック、当て感、まあ、タイミング、蹴り方、ちょっとした角度とかもすごい教えてもらって、それをやってるプラス一流のパーソナルのトレーナーさんに週3回見てもらって、体幹、筋トレ、打つ時蹴る時に足りないところをしっかり強化してもらって、で週1、2で一流のボクシングトレーナーさんに見てもらって、で体も一流のメンテケアしてもらって、食事も栄養士さんに来てもらったりと、で私これ職業一本なので、本当にもう一流の方にやっぱ全部見てもらうと、もう間違いなく私以上にやってる人って多分いないので、環境がいい人って多分いないと思うので、すごい環境がいいので負けるわけないと思うんですよね。そこで自信でリング上がれてるので楽しくて、やっと楽しくなったんですけど、そのいやいやながらとか、どうしようどうしようってなりながら試合するよりも、本当に全力で楽しんでるっていうのがいいですよね。そこが一番魅了されたところなのかなと思います。試合は絶好調中畑清で頑張りますって言われてるので、不調にさせます不調にさせますよ。タイトルマッチの時よりも全然強敵だと私は思ってるので。であともう一つサソリ選手とやりたかったのが、みんなの声が多かったです。誰々とやってくれってもう毎週のように言われる選手が5人とかいるんですよ。でもはっきり言いますけど、私は50キロ以上では契約体重することはないです。今年来年は46の選手なので、私は自分のことすごい商品だと思ってるので、無茶な試合をしてちょっとでも怪我して自分の夢が途切れるのが本当に嫌なので、今はするつもりないですね。45、6、7の現役王者、元王者1位の人と、この4試合は全部そうですね。
で、同じ同階級にそんなに人数がいるわけでもないので、団体の壁とかもあるので、なのでね、45から49まで幅を広げるとこれからカードが組みやすくなるんじゃないかなと思います。いや、なんかね、本当に一番嬉しいのが、これどっちが勝つんだっていう雰囲気になってるのがめっちゃ嬉しいんですよ。多分サソリ選手が勝つと思ってる人の方が多いと思うんですけど、でもそれでも嬉しいんですよ。それが嬉しいんですよ。いつも勝って当たり前って思われるので、今10戦やってきて勝てないんじゃないかっていう恐怖に煽られたのが、3試合目のパクシウ選手の時ですね。総合格闘技とかやってて、デビューしてまだ4ヶ月とかの時だったので、これは勝てないんじゃないかと思った時の、勝った時の喜びで、あとはみんなが注目してくれた美咲選手、8戦目のタイトルマッチの時ですね、勝てないかもしれないっていう相手にね、勝った時の喜びってもうやばいです。中毒になるこの2試合はすごい思い入れがありますね。今回はね、こうやって手を挙げてもらった瞬間、その2試合をぶっ飛ばすぐらいの喜びがありますね。ねえ、ルンタ、やばい、これ負けるかもしれんって思うと、すごいなんか生きてる感じがするんですよ。めちゃめちゃ毎日充実してて、めっちゃ筋が生きてるって感じになって、 YouTube ね、企画ものとか全然上げてないんですけど、試合が立て続けに決まったので語り動画ばっかですね試合終わったら何か企画上げられたらなと思ってます。3月にね、ケーキの食べ放題の企画を取ったんですよ、3ヶ月前にね。編集がめんどくさくて放置してるので、お蔵入りになるかもしれません前回 KO でサイヤ人になれたと思ってるので、次の試合でサイヤ人2になれたらいいなって思ってます。でね、サソリ選手のことはね、大好きなんですけど、まあ目指してるところが違うので、しっかり勝って来年は世界に挑戦したいので、しっかり勝ちますよ、踏み台になってもらいます。私がすごいって思わせるための踏み台になってもらいます。すごいいい方でした。はい、あまり言っちゃうとブレちゃうので、これ以上は言わないですけど、試合がもっと面白くなるために、皆さん YouTube でサソリ選手の試合が上がってるので、何本もぜひ見てから私の試合を迎えてください。私の試合のね、20倍面白いですよ、本当に。誰と試合やっても面白いので、私結構ね、面白い試合はそんなしないんですけど、私の試合も絶対次面白くなります。相手の力なんですけど巻き込む力が、まあ女子選手の中でもトップだなと思うんですけど、私はスピードが女子選手の中で一番トップだと思ってるので、スピードとあと、ね、テクニックを徹底して、距離の取り方、見えないアングルからの攻撃っていうのもしっかり狙っていくので、7月18日後楽園ホール、チケットが一瞬で売れちゃったので、楽しみにしててください。1ヶ月半後必ず勝ちますよよろしくお願いします。じゃあ、さようなら、バイバーイ。